待ってこれセバスチャンってやばいやつやん、このルイージ、まあ、でもこれ勝ったら戦闘力おいしいぞ。いやでも俺今戦闘力上げないといけないからさ、配信に向けて神行きたいから、まだここ一発勝って即逃げだね。えっ、あもう結局なもうどうずらしとか、はてめえ調子乗んなよ。そうだこいつザオリ中じゃん。もうだからなんでお前らってもうみんなさ、そうやって同じことばっかしかしないの、即死持ちのバカどもって。ポケが希望のスタッフもホープで死んどけや、ポークがデブが。え、これ大丈夫だよね、ブラお前これで死んでたら俺さすがにぶち切る、もう切断してたわさすがに。あれですは、お前見とけよマジで、何勝った気になっちゃってんの、本当に知らねえからな、マジそんだけ意見散らかして普通に負けたらクソだせえからな、コメント欄とかでボロクソに叩かれるよ。俺もボロクソに叩くけど、ボロクソ言うけど、おいバカが、それ回避で帰れねえんだよ、ここ狩る。あ、ちょっと怖くなってきてるね。大丈夫、お前も負けるからはっきり言って。調子乗んなクソ、誰がボケ、てめえみたいな陰キャがレバーガチャしねえの分かってんだよ、どうせお前下投げ別のするって思ってたんだろ、分かってんだよてめえみてえなさ、地位牛イキリインキャの考えることは、煽り中バカ、まんまとやられてんの。あれあれあれ、ちょっとこれこいつビビってるね、完全にもう煽る余裕さなくなったよ、さっきまであんだけイケシャーシャーと煽ってたくせに。ちょっと負け意識し始めちゃって焦ってます、これハッキリ言って。大丈夫だよね、大丈夫だよね、ねえ、はあ、もうさ、何やっても意味ないじゃん、ぶっ潰す、よろしくじゃねえんだよ、だからどうすればいいんだよ、こんなのどっちにずらしてもどうずらしても無理やん、このゲーム即死っておかしいよ、やっぱりもう相手の技量次第でどうやったって何したってもう即死される、即死が完成してしまうゲームなんて、もう結果以外の何もんでもねえだろ。でこいつなんかこういうやつに限って自分がうまいって勘違いしていきり散らかしてんだろ、煽ってちげえから、おめえが強えわけじゃねえから。えこれいかないよね、はぁ、でも何でもありじゃんこんな、もうつかみかじゃなくてもどっからでもいけるんだったら不可避やん、もうちょこういうだからよろしくって言うな、善良なプレイヤーぶんな、てめえ外役員キャナオリチューだろうがよ。俺さこういうさ、あの自分の実力じゃないくせにさ強いって勘違いして調子乗ってるやつが本当に腹立つんだよね。ねえこれマジでさ、もうどうすんだよ、だからおめえの実力じゃねえから、それこのゲームね、即死キャラってわかる、ある程度精度高めたらもう誰でも勝てるの、それでお前勝ってるだけだから。こいつさ絶対なんかちょっと見せコン狙ってるだろう、絶対お前見せプ狙ったよね今の、これで負けても知らねえからな、ほらもう完全にこいつ即死の見せプ狙ってるわ、待ってこっから勝つわ、こういう俺本当になんか自分の実力じゃねえくせにさ、ただ即死できれば即死の精度高ければこんなん勝てるゲームで、なんか自分が強いって勘違いして生きり散らかしてるこういう陰キャ本当に嫌いなんだよね、魚民の軟骨の唐揚げの味も知らねえだろうこんな陰キャ、これは大丈夫、えマジでこいつしばき回す、本当にボコボコにしばき回して奥歯ガタガタ言わっさる、だからぶねえな、あれ即死されないだけで 72% 食らってるってやばくない、
ピチューだったら撃墜隊じゃん。こいつほんまにさ、お前その即死コンボの精度とさ、こんなの即死の精度上げたら誰でも勝てるゲームで勝って、であとキャラ相性で勝ってるだけだからレバーじゃすんなや。なんで必死になってんの、怖いからって。あ、もうそういうことね、抜け方分かったわ、こいつの。もうお前即死食らわねえわ、もうお前の即死の抜け方分かった、即死の癖が。何？あ、もうこいつ腹立つ、本当に。こいつほんまに腹立つんだけど、なんか物ぶん殴りて、コントローラーぶん投げようかな。もう大丈夫だから、てめえのその、はあ？ねえ、もうこんな無理やん、生きってるし、もうルート入ったら無理やん、こんな死ね、なんか死ね。このゲームやっぱおかしいわ、即死の精度極めたらもう勝てるゲームやん、バカつくんじゃねえよ、ゴミやと一緒やん、こんなネバガチャしろや。ネバガチャしないやつが一番陰キャやから、なんでお前そんな陰キャなの、本当に教えてくれや。何お前、学生社会人どっち、学生の陰キャ社会人の陰キャ、バカが。どっちでもいいけど、絶対こんなやつさ、なんかハロウィンとかで仮装したことねえよな。俺は仮装しまくってるけど、毎年仮装しまくって、なんかコミケのコスプレイヤー並みに写真撮られてるけどさ、こいつとか絶対コスプレしたことないよね。もうほら、もうこれが物語って、絶対こいつハロウィンの31日もこんなことばっかやってんだろ。絶対こいつ仮装したとか言っても、なんか幼稚園の時にさ、ハロウィンの日とかでみんな仮装しなきゃいけなくて、ママとかが買ってきたなんかチャッチー仮装しかしたことねえんだろ。もうなんか見せ場しようとしてくんな。うわあ、ぶん殴りて、なんか欲しくって言うんじゃねえ、マジそれから腹立つ。ちょ、こいつにめっちゃ戦闘力吸われたんだけど、待って、マジでちょっともう笑えないくらい吸われてるから、ちょマジ事故ってるから、大変なことになってるから、戦闘力が。ちょ、集中するね、黙るね、ここから、ここだろ、もう分かってんだよ、てめえの復帰ルート。はい、 15% これ勝ちが確定ですね。てめえみてえな陰キャの復帰ルートでデータ取れてんだよ。あ、そういえばこいつさ、あのハロウィンの時とかどうせ仮装とかしたことないだろうけど、幼稚園のお遊戯会みたいな時の仮装以外は。でも俺毎年さ、あのハロウィンの時仮装してんだけど、コスプレして。で、まあ、今回は、今年はね、ちょ、11回戦の五条悟のね、うわぁ！だ、なんてさ、でもつかみとか関係ないの、どっからでも行けたんだったらもうせこいやん、そんなゴミやと一緒やん、つかみかでも財布かでも即死いける。でもこれで俺もう本気で、これで俺もう行ったらマジブロックする。はい、もうお前死ね、もうブロック、消えろ、消せ、即死とかこの世から。おい、俺今そのキャラ一番見たくねえんだよ、よろしくとか言ってるし、こいつも。お前あいつの仲間か、おい、カラーも名前も違えけど、お前あいつの仲間だろ、あのゴミカスクソ野郎の。俺あいつに捉えた戦闘力今戻さないといけないんだよ。お前これマジ即死やったら俺切断するからね、本当に容赦なく。ああ、よかったね、マジで俺切断するところだったから、本当に切断してたからね今、即死いかれてたら。せっかくあのクソ野郎、ゴミカスクソ野郎にさ、かもらえた戦闘力取り戻そうと今から頑張ろうって時に、またこういうこのルイージとかいうカスに当たってよ。ただでさ俺今機嫌悪いのによ、それで即死でも行かれてたらもう知らないからね、本当に。あ、もう助けちゃったやん、俺こいつの顔見たくねえんだよ。お前タイミングが悪かった、俺今このキャラ使ってるやつ全員憎いから、全員のこと憎んでるから、このルイージ使ってるやつ、マジルイージ使ってるやつ俺全員この世から一匹残らず駆逐しようとしてるから、地ならしで
悪いけどお前も踏み潰されてくれ。これ回避に横スマが刺さる確率 97.5678.58%。 はい、うえぇよし。はい、ということで、いやマジでね、一時戦闘力1485万台くらいまでぶち上げられてぶち切れてたんだけど、でもその画面でこのエンディングトーク撮りたくなかったから、あの意地の連勝でここまで戦闘力戻しました。はい、いやマジで本当にブチ切れたね。なんかさ、ブチ切れる時ってさ、このこめかみあたりの血管がプツって切れそうになるの。もうその感覚になった。久々にねちょっとブチ切れたわ。はい、ということで、まあちょっと今回はね、まあしばけなかったんですけど、次ねこのまま登録して見ていてくれたら、次回あいつと会った時、あのボコボコにして歯奥歯ガタガタ言わせたるんで、ちょっとチャンネル登録と高評価しておいてください。はい、あとコメントとね概要欄からして X にそこのフォローもいきますので、ダラララのぜひお願いします。ということで次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。うん、ええ、ごちそうさまでした。